はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。今回は 4.5 周年アニバーサリー直前というね、文言がいよいよサカツクでやってきまして、前回の動画でですね、レジェマとガチャについてはお話をさせていただきまして、そちら見てない方はぜひ見ていただければと思いますけども、今回はその他の更新情報についてお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ではお知らせ画面にやってきました。今週の通常時の立ち回りとしましては、前回もお話ししたようにレジェマになってくると思います。まあレジェマをやりながら、まあレジェマ開催期間が1ヶ月あります。でこちらも同じく開催期間1ヶ月の曜日マッチをですね、隙を見ながら進めていただければいいんじゃないのかなと思いますので、曜日マッチの、簡単な説明ね、今回もさせていただこうかなと思います。曜日マッチの中でね、過去の星5監督ですね、まだ未所持のものがあったら、一緒に獲得していただけると思います。さあ月曜日から順番に見ていきましょう。月曜日はラコ選手、右ウィング、ポーランド国籍。そう、プレースタイルがカットインというところがまだまだ価値があるかなと思います。ポーランド国籍というよりもね、カットインの選手ぜひね、手に入れてみていただければと思います。火曜日はちょっと全然名前が読めないけど、久我次郎でいいのかな。はい、センターバックフリーロール来ましたね。日本人って言ってなんかすっ飛ばそうと思いましたけども、プレースタイルフリーロールはめちゃめちゃ価値があるので、こちらの久我選手、獲得していただければと思います。まあさすがハーフアニバーサリーに伴った、レジェマだな、レジェマじゃないな、予備マッチだなというところですね。続きまして水曜日はカフカ選手、ゴールキーパードイツ国籍というところです。守護神系統、まあこれはちょっとひょっとしたらこれまでの3人の中では一番価値が薄いかなというところですね。続きまして木曜日はアゴース選手、右サイドバックのアメリカ国籍。アメリカ国籍の選手ですね、年々増えてきております、ゲームの中で。だから、インターナショナルカップのアメリカもですね、クリアできる方が増えてきてるんじゃないかなと思いますけども、まだまだヨーロッパの選手と比べると少ないので、左サイドバックアメリカ人欲しかったんだよって方はですね、まだまだ価値があるかなというふうに思います。最後金曜日ですね、テイ・コーチン選手、名前がなんか微妙に卑猥だなと思うんですけども、ディフェンシブミッドフィルダー、香港国籍、これはめちゃめちゃ価値ありますね。香港インターナショナルカップ困ってるんだよっていう方ね、ぜひ、こちらの選手、獲得していただければというふうに思います。さあ続きまして 4.5 周年直前というね、文言がやってきてるんですけども、こちらの方を見ていきたいと思います。まずは 4.5 ハーフアニバーサリー記念で、最大150連無料で引ける1日1回無料10連スカウトやってきております。こちらの選手たちも後で見ていきましょう。そしてミッションで最大130連分追加できるよというところですので、なんと2週間で何もしなくたって280連ガチャが引けるよというところになっておりますので、ぜひね欠かさず引いていただければというふうに思います。ミッションもですね、確か、レジェマを5試合っていうだけで済む、ミッションですので非常にありがたいなというところですね。開催期間は2週間に、なっております。登場する選手が全部で10名いるよというところで、まあ、こちらも後で確認しないといけないですね。経験値もりもり2倍キャンペーンがやってきておりますので、これを機にいろんな選手を育てていただければというふうに思います。あとは新規登録の方、今は、なんていうんですか、今新規登録するタイミングですよっていうね、でも新規登録今するべきですよってこれ今言っても、新規登録の人はこの画面に来れないんだからって若干思っちゃいますけどもね。あとは復帰する方、カムバックログインボーナス非常に厚くなっておりますので確認してくださいというのが今回のハーフアニバーサリーの要素のようですね。さあでは新監督登場ということで、今回のレジェマのですね、1回目の集会で手に入る監督になりますけども、今回の無料10連の中で登場する星5選手を編成すると都合のいい、ポゼッションの監督ゲーダス監督がやってきました。星5監督で戦術得意度はレベル5、戦術得意度っていうところがね、最近めちゃめちゃ発展してきてるので、レベル5っていうのはめちゃめちゃ最強レベルではありませんけども、まあ魅力的な監督の一人かなと。442のフォーメーションですね。監督アビリティは以下のようになっております。さて、全選手のシュート、ドリブル、パス、カット、キープ、スピードが最大 80% 強化するよと。5項目。オフェンスが2つ、ディフェンスが1つ、テクニックが1つ、なんだっけ、フィジカルが1つかな、というところで、バランス良いコンボ効果と言えるかなというところです。さて、必
要プレイスタイルは、フィニッシャー、アタッカー、ダイナモ、ディフェンスリーダー、守護神、結構優しめですね。ありがたいんじゃないのかなと、組みやすいんじゃないのかなというふうに思います。はい、続きまして今週は、ピザーラカップがやってきておりますので、こちら皆さんね、リミテッドマッチもしくは、フリーマッチだかな、参加していただければというふうに思っております。こちらは一次予選と最終予選に分かれておりまして、一次予選はあっという間に終わってしまいましたね。最終予選の期間が土曜日までというところになっておりますので、欠かさず50試合頑張ってね、行っていただければというところになります。こちらで詳しく確認できましたね。で、決勝トーナメント進出者はこのような予定で、デッキ再編成の時間と、決勝トーナメントの予定が組まれておりますので、いつもの、SWCC と比べるとですね、決勝トーナメントに進出したりする確率も、高くなっているかと思いますので、振るって皆さんね、参加していただければというふうに思いまして、僕もね、結果だけは皆さんにね、最終的にご報告できたらと思ってます。はい、ではですね、その 4.5 周年ハーフアニバーサリー直前フリースカウト、まあ無料10連ですね、から登場する星5選手のラインナップなどを少し見ていこうと思うんですけども、その後ね、10連だけ引いて終わりたいと思いますけども、内容一覧見てみますと、10名の選手が新登場となっております。このフォーメーションの中で、1人足りないのがセンターバックの選手がね、今のところまだ1人欠けているかなというところなんですけども、まあ、この10名の選手、総合値的にめちゃめちゃ強いよ、皆さんのオーダーに絶対入ってくるよみたいなね、選手は残念ながらやっぱりね、おりません。まあそれはね、無料10連から出てくる選手なんでしょうがないし、こちらの選手たちは売却してもね、金コインに変わってくれることもありません。ですので、まあいつか使えるかなと思ってね、カントツをね、作っておく、それだけです。正直それだけなんです。はい、そしてスキル要因としての価値がある選手はこのトップにいる2人ですね。ピエール選手とドニドーナ選手は価値があります。ピエール選手はグレースシュート持ち、一定時間シュートとトラップが特大アップするよというところですね。まあ、だからこの選手たちは、なんだっけ、覚醒を2段階までやって置いておくとですね、スキル要因として、使えるかなというところですね。2人目のドニドーナ選手は、スキルがスマッシュドリブル、ドリブルが特大アップして、相手ミッドフィルダー選手全員のスタミナがショーダウンというところを持っておりますので、まあ、この2人が無料10連から出たらね、当たりの2人だなというふうに思っていただければと、思います。むしろ、まあ、このガチャ、この系統のガチャ、いつも言っちゃうんですけど、星5の戦力にならない選手が当たるよりも、もう星4ガンガン当たって銀コイン大量に集めた方が価値があるんじゃないかと思うぐらいなので、まあ誰が出ても嬉しいのが、無料10連と言えるかなというところで、スキル要因探している方はピエール選手とドニドーナ選手に価値を感じていただければというふうに思います。では最初の10連だけ引いて、今日の動画は終わりたいと思いますけども、まあやることはね、今週いっぱいあるわけですよ皆さん。レジェマを周回しつつ、なんだっけなんだっけ、名前が出てこない、まあ、ピザーラか、ピザーラですよね。ピザ屋さんの名前を間違えたらえらいことだと思っちゃうんですけど、ピザハットじゃないよねドミノピザじゃないよね。あ、すごい小声になっちゃったけどね、あのリミテッドマッチの方をね、しっかりと、期限を逃さずやっていただいてね、で無料10連たくさん集めて引いて、ハーフアニバーサリーに備えるというですね、非常に大事な準備の1週間になるんじゃないのかなと思いますので、頑張って、皆さんもね、なんかワクワクドキドキしながら1週間過ごしていただければというふうに思います。全然嬉しいですよ、星4選手とか。もう星5当たんなくてもワクワクしちゃうもん、無料10連は。あのプレッシャーがないとにかく。ということで今回はね、星4選手が4枚当たったというね、無料10連ですけども、まあ、これをね500連1000連と1ヶ月間の間に集めてガンガンやっていきたいというふうに思っておりますので、果たして僕がね、レジェマボーナス選手の、獲得のためのガチャ、実は前回の動画でやっております、レジェマボーナスを何パーセントつけることができたのか、楽しみな方は前回の動画をね、まだ見てないよって方は見ていただけると嬉しいです。ということで今週も、少しねこの動画に関してはリリース遅めですけども、ガンガン頑張って、レジェマとうとうね周回してハーフアニバーサリーに備えていきましょう。今日は以上です。失礼します。